クッシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、100日後に死ぬワニについてツイッター上で MC 松島と話した結果について、お話ししていきたいなと思います。僕はですね、まあ、個人的にはかなり面白いというか興味深い現象だなと思って、この100日後に死ぬワニの、騒動を見てきました。で、皆さんはね、どうだったでしょうか。で、ね、例えば死ぬのをね、楽しみにしていたというか、早く死ねよというふうに見ていた人もいるでしょうし、あとは本当に死ぬのかなとか、オチが単純に気になるなっていうことで、まあ、100日間追いかけてきた人もいるでしょう。そして、最終的にですね、まあ、電通が絡んでたと。電通というですね、まあ、広告代理店がですね、絡んでいた案件だったというのが分かってですね、そこに冷めてしまったというか、金儲けすんなよというふうに怒ってる人もいるし、気持ち悪いなと、言ってる人もいますと。でね、まあ、いろんな感想があってね、まあ、当然なのかなと思ってて、見ていました。なんですけど、個人的にまず一個大きな答えがあるとすれば、これだけね、多くの人たちがですね、生と死について考えるきっかけとなった、なんていうのかな、現象っていうんですかね、トレンドになったことってなかなかないと思うんですよ。たかが漫画って言ったら失礼かもしれないですけど、ただの漫画ですよね。別に漫画をバカにしてるわけじゃないですけれども、何か、東北の大震災が起きたようなわけでもなく、ただ一人の漫画家が描いた漫画を通してこれだけ多くの現象が起きたと。で、電通のことをね、叩いてる人たちって、まあ、結構いると思うんですけど、まあ、その人たちは、まあ、いわゆるステマっていうんですかね、芸能人たちを使って、芸能人とかインフルエンサーたちを使ってこれを流行らせてきたんじゃないかと。要は意図的に作られたバズというか、トレンドだったんじゃないかということを言ってる人もまあいてですね。で、まあ、それはそういうことがあったのかもしれないですよ。僕はちょっとそれは分かりません。なんですけど、まあ、とにかくそうやって、騒ぎが大きくなったというか、まあ、騒ぎっていうのかな、すごく気になるっていうのかな、人々がこれだけ注目したっていうことはですね、今の世の中世相を表してるのかなと思って、すごく興味深いなと思っていました。でね、で MC 松島さんはですね、まあ、それに対して、まあ、割とまあ普通のことを言ってるんですけど、まあ、例えば、本当に死ぬのかなと思って、見ていた人たちがちょっと怖いというか、なんて言ったの、ツイッターはちょっと原文読んでほしいんですけど、なんかちょっと気持ち悪いじゃないですけど怖いみたいなことを言っててですね、まあそれもわかるなと、ね、趣味が悪いというか、まあアニメっていうか漫画なんですけどね、うん、で、まあその人たちは別に松島さんは責めてるわけでもなく、まあちょっと趣味が悪いなとか、あとは電通のね、関わり方とかについて、まあいろいろ意見を言われてます。で、僕もね、はっきり内容を正確にね、伝えられるほどはちゃんと読んでないんで、ちょっと松島さんのツイッターに行ってですね、まあ、直接読んで行ってほしいんですけども、まあ、言いたいことはすごく分かります。でね、やっぱりね、この生と死についてこれだけ日本人が考えたと、でいろんなリアクションがあったということはですね、本当に今までなかったというか、これからの SNS っていうのはこういうふうにですね、何かワンテーマですごく盛り上がる現象っていうのが増えていくんじゃないかなと思うんですよ。で、今 YouTube とか、今芸能人がかなり参加していってですね、割とそのトレンド祭りというか、トレンド大喜利みたいな、なんて言うんだろう、空気というか、もともとあったとは思うんですけど、さらにそれが、大きくなって勢いを増すようになってきてると思うんですね。だからちょっと前にやったアイスバケツチャレンジみたいなのあったじゃないですか。で、あのアイスバケツチャレンジをした人たちは今頃何してるんだろうみたいなことを言ってる人もいてですね、まあそうだなと思うんですけど、ああいうトレンドに乗っかってとにかく自分の知名度を上げていこうということがですね、まあ今後もさらに加熱していくと。で、まあそれがいいとか悪いとかの話じゃなくて、まあトレンド的にはなっていくと。で、今回のワニも、まあ電通がどこまで仕掛けたのかとかよく分かってないですけど、僕もまあ間違いなくこういう大きなバズを作り出すことが、今後も企業が売り上げをね、企業活動の中で行われていくだろうっていうのはですね、まあ目に見えてるし、で例えば、まあ、僕もそうですけど、 YouTuber みたいに何か個人的に映像ビジネスをやってるような人たちっていうんですかね、ソーシャルメディアを使ってビジネスをやってる人たちは、そのトレンドに乗っかってですね、自分のビジネスを
成り立たせようとしていくでしょうし、このトレンドってね、まだまだ始まったばっかりというか、この今後ですね、このワニのような、あの100日後に死ぬワニのようなことがですね、起きていくんじゃないかなと思ってます。はい。でね、ちょっと死生観についてちょっと語っておきたいなと思うんですけど、ね、まずシリア戦争ってありますよね。でシリアでまあ戦争やってて、もう街が壊滅的に破壊されてですね、今も まだですね、空爆が続いてて、民間人をね、殺してる人たちがいるわけですよ。でシリアの戦争ってのは、本当に政治に興味がある人たちからしたら本当に許せないというか、空爆があるためにやめろというふうにツイートしたりですね、まあ、とにかく声を上げてきたと思うんですよね、特にツイッター上なんかだと。だけどですよ、100日後に死ぬワニを見て騒いでた人たちの中で、シリア戦争について真剣に考えて、まあ、別にシリア戦争じゃなくてもいいんですけど、何か人が殺し合ってる様子を見てですね、本気でやめろと、どうにか国際的に協力して止めることはできないのかと、ロシアは止められないのかみたいなことを、まあ、言ったり発言したりした人ってどのぐらいいるんだろうかってことなんですよね。で多分テレビのニュースでシリアのことをやっててもマジで全く興味ないと思うんですよ。なんとなくテレビつけてて、その100日後のワニ、100日後に死ぬワニで騒いでた人たちがテレビをなんとなくつけてて、なんか例えば東での不倫がどうとか言ったら、あの不倫がとか言ってなんかわーわー言うじゃないですか。でその後シリアの、例えばですよ、シリアの空爆の映像が流れて、50人が死にました、民間人50人が死にましたとか、病院が空爆されましたとか言って、ロシアの戦闘機がとかやったりもしても、でもマジで興味ないと思うんですよ。で頭の中でその興味っていうのがマジで全くないと思うんですよ、そういう人たちって。目の前にある現実的な死ですよ、ね、人が死んでるんですよ、ね、マジでリアルな人が死んでるわけです。でもそれに対して何の興味も持たないだろうし、ツイッターなんかでね、知り合いの人がね、フォローしてる人がシリアの空爆がやばいですと、民間人こんだけ死にましたとか、早く戦争止めようとかっていうツイートが流れてきても、リツイートとかで流れてきても、あっそって感じでしょ、別に何の興味ないでしょ、ね、なんですけどワニが死ぬと、ね、漫画の中のワニが死ぬとすごく興味があるんですよ、ね、存在しない生き物が死ぬっていうだけですごく興味があるんですよ。でね、これ日本人どういうことやと、ね、ワニで騒いでる日本人どういうことなんだっていうことを、まあ、思いたくなる人もたくさんいると思うんですけど、あえてね、まあ、日本人の批判はせずに話を進めていきたいと思います。でね、これどういうことが起きてるのかって言った時に、まあ、おそらくリアルとファンタジー の境目が分からなくなってきてるという、まあ雑なまとめ方になっちゃうというか、まあ、雑に聞こえちゃうかもしれないですけど、まあ、結論の方向性としてはそういうことだと思うんですよね。リアルとかファンタジーとか、その、違いに興味がないっていうのが、まあ、あるんだと思うんですよね。で、リアルな死、ね、人が死んでるっていうことに対してあまり興味はないけれども、そこまで真剣に考えられないけれども、ワニが死ぬといった死がエンターテインメントとなった場合には多くの人が興味を持つとね。で、話題になってるから興味を持ったっていう人も、まあもちろんいるとは思うんですけれども、それにしては現象としては大きいというのはあると思ってて、一体このこれだけ大きなバズが生まれたというのはなぜなのかっていうのはですね、すごく気になりますよね。やっぱりリアルには興味がなくてファンタジーには興味がある。だから例えば YouTube なんかでも都市伝説みたいなのってすげえ流行るじゃないですか。あとはスピリチュアルとかで、スピリチュアルはいわば宗教というか信仰なので僕は否定しません。他人の信仰というか宗教をね、批判したり否定するっていうのは、まあ、趣味が悪いというか、まあ、良くないと思うんで僕はそれは否定しませんが、都市伝説みたいにですね、証拠がなくて分かりもしないことをですね、信じてしまうような人たちっていうのはですね、とにかく今日本で増えてんじゃないかなと思うんですよね。で科学とかそういったものに、科学とかね、学問に対してアカデミックなものに対して本当にね、なんだよ、興味がないというか、なんて言うんだろう、その根拠があるもの根拠がないものの違いが本当にわからない人たちっていうのは、まあ、増えてるんじゃないかなと思います。で例えば経済学においても MMT とかね、本気でわけわかんないこと言ってるね、クソみたいな学者がいて、経済学者がいて、それを真に受けてしまう人たちがいると。でそういう人たちは経済学を勉強したことがないので、仕方ない部分もあるとは思うんですけど都市伝説もそうですよ。例えば歴史についてすごく詳しい人が
都市伝説を信じてるわけじゃないじゃないですか。なんでまあ仕方ない部分あるにせよ、やっぱりリアルとファンタジーっていうものの違いがわからなくなっていると。で、なんていうのかな、ロジカルなものっていうんですかね、論理的に正しく構成されたものとそうじゃないものが、あの違いがわからないという人はとにかく増えてると。で、死生観においても同じことが起きてるんじゃないかなと思うんですよね。で、あのソーシャルメディアっていうのが、まあ、これだけ広く広まって、で今あの YouTube みたいに個人チャンネルみたいなものがどんどん増えてって、何が起きてるかっていうと、あの間違った、あのもう科学的に間違ったものとか論理的に間違えてるもののを信じてしまうような人たち、まあ、いわゆるバカがですねあのバカがまとまりやすくなったと思うんですよ。で、バカがまとまってそれなりに存在感を持って、さらにその間違ったものを信じていくということが、で他人の批判も聞かないみたいな、人の話を聞けない人たちが、人の話が聞けない人たちで集まって、さらにどんどん間違いをどんどん思い込んでいくみたいな世の中になってると思うんですよ。なので実はこういった100日後に死ぬワニでバズが起きたこととか、あとはあの科学的なデマ、フェイクニュースとかがバズるっていう、例えばコロナでしてもそうなんだけど、間違ったものが流行りやすい世の中っていうのは実は構造的にできてると思うんですね。構造的にどんどん世の中が悪くなってると思うんですよ、実は実はそういう面もあるというか、その間違ったもので人々が集まりやすくなったと。間違った情報ね、間違った情報や科学的に間違ったものっていうのかな、もう完全に間違ったものでも人が集まってしまう世の中になったというふうに、なってると思うんですよね。ただそれを批判することは難しくて、さっきも言った通りスピリチュアルみたいな信仰みたいなね、信仰の自由があるわけですから、何を信じようが自由なんで、批判の しようがないというか、難しい部分もあるんだけど、世の中は実は今回その100日後で死ぬワニでもの騒動で分かる通り、間違ったバズも起こりやすいし、あとは何だろう、作られやすくもなったし、バズが作られやすく、人為的にねバズが作られやすくなったし、そして、まあ、その中で、まあ、どうやって正しい情報を手に入れていこうかとかですね、受け手の問題、ね、リテラシーの問題も重要になってくると思うし、とにかく興味深いと思います。で、いい方向に進むかどうかっていうのはまだわからないですけど、単純に今回のワニの漫画に関して言えば、死生観について、考えるきっかけだったということと、ことがですね、まあ、僕は良かったのかなと。いろんなリアクションがあってしっかりというか、漫画家、作者の、ね、方、菊池さんでしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、漫画家の方はとにかく頭がいいというか、天才的だなって僕は思います、正直で。バズを起こしたというか、騒動を起こしたから天才的っていう意味ではなくて、漫画のコンセプトっていうのかな、死生観で、まあ、キャラクターの絵の感じとかも親しみやすさも含めて、かなり、まあ、すごい方なんじゃないかなと僕は思ってます。で、そのビジネス的な話は、まあ、好き嫌いの話なのかなと思ってて、別に、まあ、ステマをね、まあ、どの程度批判するかっていうのは、まあ、まだ分かるんですけど、ステマをね、批判、ある程度は、なんていうのかな、規制した方がいいって人たちの意見は、まあ、真っ当だと思いますよ。まあ、なんだけど、まあ、プロモーションとかっていうのは別に合法だし、まあ、どこまで、まあ、ビジネスとしてこういったバズが利用されていいのかとか、死生観が利用されていいのかっていうのは、まあ、少しまた別の議論なのかなと思っています。とにかく、なんていうのかな、こういったビジネスは今後もさらに増えていくと思うので、まあ、それとどう向き合っていくかということと、まあ、死生観っていうのが今回重要なテーマでしたけど、今後もですね、例えばコロナウイルス関連でデマを流すような人たちっていうのは、今もたくさんいますけど、増えると思うんですよ。で、悪質なデマというか、まあ、バカがとんでもないデマを流して、で、バカがどんどん広まって、バカが集まって、バカがどんどん増えていくみたいな仕組みがですね、まあ、ネズミ講というか、マルチ的な感じで、バカマルチみたいな、バカネズミ講みたいな、バカがどんどん連鎖的に増えていく仕組みっていうのはですね、今後も勢い増すと思うんですよ。まあ、なので、まあ、国家とか社会とかね、コミュニティっていうものをの、なんで安定性とか持続性とかを考えた時には、やはり
正しい情報を流そうとする人たちや間違ったことを発信してる人たち、フェイクニュースとかをマジで信じ込んでしまう人たち、都市伝説をとかをマジで信じ込んでしまう人たちみたいな人たちには、まあ、注意が必要なのかなと個人的には思います。はい、まあ、そんな感じでちょっと思ってることをバーッと喋ったんで、なんていうのかな、いろんなところで自分の意見がこう並んでるだけの動画になってしまいましたけども、とにかく興味深いと、これは興味深いぞっていうことと、あと MC 松島さんはね、かなり面白いこと言ってるんで、ツイッターをねぜひね見てほしいなと思います。あとね MC 松島さんね面白いなと思ってるのが、なんだっけ、フリースタイルダンジョン出て以降YouTube が注目され始めたじゃないですか、確か。なんですけど、別にフリースタイルダンジョンやる前って全然誰も見てなかったですね、MC 松島さんの YouTube で。全然しばらく更新してなくて、で僕 DM とかでなんかいろいろやりましょうよとか言ってたんだけど、なんか特にやってなくて、なんだけど今やり始めてすごく再生回数も伸びてるし、まあ注目も集まってると。でギャグラップについてなんか語ってるのとか面白いなと思ったし、結局ね注目度とかに関係なく面白いことをやってる人たちがいるんですよ、世の中って。で世の中ってやっぱり注目されてるからみんな見に行ったりだとか、チェックしたりするじゃないですか。だけど実は MC 松島さん の, その注目される前、フリースタイルダンジョン出る前の動画も面白いと思うし、世の中ってやっぱ知名度関係ないよ、うん、本当に面白いことをやってる人は人の目が光の当たらない場所でずっとやってるわけよ。でそれが誰かのきっかけで人の目に触れる機会が増えたとか、その程度の話だから、なんか本当にね今の世の中まあ面白い人とか実力がある人とか優れた考えを持ってる人が注目されるっていうのは当然歓迎すべきだと思うんだけど、実はすごくちゃんとした人って結構いるんじゃないかなと思うんで、まあそういうなんていうのかな、有名じゃない人にもですね、ちょっとみんながですね注目する世の中になってくれたら嬉しいなと思いました。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。